はい、おはようございます。今日は僕一人になっちゃいました。昨日あの二人が帰っちゃったんで一人でお届けしたいと思うんですけども、アメリカに来て、月曜日なんで8日目になります。で、今日はこの後 RDBLA に行って、その後に1016のエアロパーツメーカーの方とお昼を食べて、その後サンディエゴに移動して HRE とミーティングをしたいと思います。で、昨日は日曜日だったんですけど、またプラチナムのロブが一緒にお休みの日を付き合ってもらって、で、キム・カーダシアンさんの、レンジローバーが完成して、アーバンのボディキットが付いてるんで、アーバンの社長もイギリスから来て、で、街中で撮影して YouTube を撮ってたんですけど、それはあのちょっと写真かなんかで差し込みで、入れてもらいたいと思いますんで、すごくあの日曜日なんですけどいい経験ができたなと思います。じゃあ、 あの今日はまずは RDBLA に行ってみましょう。はい、到着しました。RDBLA、 エアロパーツをつけたりとか、足回りやったりとか、ラッピングだったりとか、プロテクションだったりとか、そういうものを結構激しくやってるショップなんで、もう何回か来てるんでコミュニケーション取れてるかなと思うんですけど、今の現状を皆さんにお伝えしたいと思います。外観はこんな感じ で中に入ると、で、今回もう何でも撮っていいよって許可を得てるので、こんな感じでいきなりウルスのワイドボディ、まあ、なんか RDBLA って言ってやっぱりウルスワイドボディすごいイメージ的に強いかなと。で、反対側にもまたウルスワイドボディ、レンジローバーもう何回色変えてるのか、同じ車なのか違う車なのかよくわからないぐらいあるレンジローバーのラッピングを今してます。カーキね、ホイールは RDB の RDB ホイールスっていうブランド、オリジナルブランドのホイールを履いてます。裏感もこんな感じでラッピングされてます。ディフェンダーがあったりとか、板金屋さんなんでものすごいパーツの量が半端じゃないです。で、塗装ブースがもちろんあります。今回1016の新作のエアロを組んでるっていう話なんですけど、カーボンの目がすごい特徴的な、これめちゃめちゃ綺麗だね。こんな感じでトランクスポイラーとルーフスポイラーが付くみたいです。フロントはあ、もうついてる。ああ、 Yeah, so this is the version 3. So before this was likeThis open here, and the LED was like in an awkward place. So version 3, we closed this, made it straight, so it all matches the car. Yeah, it looks good. Now trims add-on, so you could actually put the LED. And this is black badge carbon. First ever aftermarket kit to do black badge carbon. Black badge の carbon. The world right now. So you see here, the side skirt's gonna have it, the rear diffuser. Black badge, this is like the OEM black badge carbon. So, you know, everybody does forged carbon, like Mansur or whatever, but it doesn't match the car, it doesn't make sense. This is the right way. So, hopefully we get a lot of older colors that want to get better. ホイールはフォージアートのホイールが入ってるみたいです。これはちょっと完成が楽しみな一台ですね。こんにちは。ペインコンプリート、オールペンをしてる。おー、やば、やってることが半端じゃないですね。このゴースト3はマンソリーをこれから組む予定みたいです。こっちに作業待ちの車だったりとか、まあ、作業をこれからやりますよ、終わってる車とかが結構こう並んでる、2段になった駐車場がこんな感じで、430とか458とか、なんかそのちょっと古いフェラーリとかがアメリカで増えてる印象はあります。なんか最新はやっぱりもうちょっとなんかこう追いかけててもあれだし、ハイブリッドだしっていうのは、まあ、日本と同じようになってってる感じはします。
HRE に到着いたしました。これからミーティングを行いたいと思います。ミーティングの様子はちょっと動画には撮れないので、いい報告ができるかもしれないんで、またご紹介したいと思います。じゃあ行ってきます。はい、じゃあ新作をもう一回おさらいしたいと思います。今回出たシリーズはクラシック GTS とクラシック GT シリーズになってます。で、違いがクラシック GT がここの部分が切れてて、内側が削り込まれてる GTS で、クラシック GT はこんな感じでつながってて、すごくシンプルな、あのクラシックシリーズにより近い感じのデザインになってます。で、これが300、313、305で、ちょっと飛んで306、307、312とで、下が基本的に同じようにこういうバリエーションで、で、ちょうどショールームにボーデンが作った997GT3 アレースにはクラシック GT の300のセンターロックが測れて、で、サイズバリエーションは18インチから22インチまでと、で、SUV は非対応になってます。今後また SUV 対応のものが出る予定もあるみたいなんで、 SUV の人はちょっとまだ待ちかなと。ただこの辺の6本スポーク7本スポークって意外とラインナップとしては少ないんで、ゲレンデとかそれこそ SUV 対応になれば面白いんじゃないかなと。で、コンケーブすると結構フェースが変わるんで、300なんか定番の GT3 RS はリアが結構沿っててかっこいいんじゃないかなと思います。で、フィニッシュはサンプルはホワイトゴールド、新しくできたフィニッシュになってます。はい、ミーティング終わりました。今回もまあいろいろな意見交換はできたんで、まあ新しいクラシック GT、クラシック GTS シリーズ以外にも年内にはこういうのが出してほしいな、ああいうのが欲しいなみたいなものはお伝えできたんで、まあ年内いろんなデザインがリリースされてくると思いますんで、楽しみにしておいてください。 HRE のミーティングこれで終わります。で、これからご飯に行くんで、ちょっと今日はもう撮影ができないかもしれないんですけども、最終日頑張りましたということで終わりにしたいと思います。おはようございます。最終日で、これから空港に行って日本に帰りたいと思うんですけども、今回は9日間ですね、アメリカに来て、まあ、HRE オープンハウスが主な目的だったんですけど、それ以外にもずっとミーティング、ランチ、ミーティング、ディナーみたいな、各メーカーの方をね、たくさん回らせてもらって、ショップにも行って、で、いろんな情報交換とか、今のアメリカの現状とか知れたと思います。この内容はどういうふうにまとまるかちょっとわからないんですけど、まとめて動画でご紹介させていただいて、これからもですね、一日でも早く、最新の情報をお届けできるように、こうやってアメリカやヨーロッパの方にも出向いて紹介していきたいと思います。ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS の、フォローの方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。